今日、リフリフの彼がね、手術手根管なんちゃらで、ね、手根管なんちゃら手術してきた。あの僕はあの近くに住んでるんですね。僕も時々あの熊本整形に行って、あのちょっとあのいろいろリハビリしてきたりしてます。だからなんやちゅうなんか、さっきの彼がね、あの歌手を追えないって言わないでね、うん、アップできないって言うけど、それはね、僕は今年62歳なんですけどね、もちろんできませんよ僕は50の時にもアンプすることを諦めました、うん、見ながらするって、ね、だから若い時はできとったよ。あの30、40ぐらいまでできたってね、いろいろね、まあ今でもアンプしてる曲があるんですけどね、もうやっぱね、60になったら見て許してくれということで、1曲目、名を出すで初めてするようなあの洋楽洋楽です、洋楽です、イングリッシュイングリッシュ、スタンバイに行きます。ワン、ツー、スリー。
ですね。ね、アスミがかってる。アスミが。あ、ちょうどこれいい曲だよ次。あ、いいね。これね、知ってるのはね、この中で一人ぐらいしかない。こないの。演劇の人。それ、え、誰ですか今そこいるの。あ、カズさん。多分この人しか知らんの。あのね、逸話を前見て知ってます？逸話前。逸話前見のね、あのデビュー曲か2曲目でね、タバコの煙っていうね。知ってるよ。まさに、ね、知ってます。タバコの煙をやります。私
三宅の3分の1ぐらい飲んできた。どうしたんですか。いや、私はですね、今はっきり言うてもう暇なんですよ。もうこれ YouTube 上がりますからね。あ、前店やってたんですけど、もうやめてね、今ね、家でずっとこもってますので。ずっと家を掃除しようと決めて、で、飲み屋行って初めて人と喋ったな。あ、それだけ。ええ。いいけど。あ、ちょっと待って。カポーさん。そうですそうです。あ、カポーさん。取ってきますよ。足ほら足上がらない。大丈夫ですか大丈夫ですか。カポー取って。これね、多分動画上がると思うんですけど。カポ取ってから。こう足を踏んどけん引っ込む感じしさすがの鬼大変じゃないですか引っ込むとさすがの鬼。いや今日ねちょっとねうちの近くに救急車が来たんですよね。救急車、うん、まあ近くに住んでる方、まあ、ちょっと年配の方もっと自分の親ぐらいの方、ね、まあどうなったかわからんけどね。まあ俺もそのうちそうやって行くかなみたいな。あの時あの時いや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 今日はちゃんとあの時間がですね、はい、決まってますからあんまし。はい、ではですね、あのこれはね大変ですよ。大概難しい曲に挑戦しました。サイモンド・ガーファンクルとか知ってますか。知ってる方、はい、それのね、ミセス・ロビンス。大丈夫ですか。ハモランディカントよ。いや、直にはうまいけど俺はっきりで俺はギタリストなんです、はっきりで。でもシャレで歌ってるだけ。歌う前から言い訳すんなって言って。頑張ってやりますから。ミセス・ロビンソン。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you.
ダブした歌ったんですかね。そしたらマスター元気で歌ったんです。今すごい高い声で鳴らしたんですよ。だって言ったじゃないですか、酒飲みすぎたらね。それやね、それやね、それはちょっと返しがちょっと小さかったからね。分からんけど、俺の音がね。はい、次、はいはいはい、じゃあ次回あの接続性をします。接続性じゃない、接続性。あ、また俺が歌わない。そうそう。歌わないとか言ったから、ね、今度は俺が人で歌うわけ。おー、師匠師匠皆さん、覚悟しとけよ。俺が人で歌うわけ。すいません、後でオーナーに謝りましょう。すいませんね、すごい謝りましょう。よろしく。一緒にちょっとね、まあ、昭和の歌は2曲、六本木行ったことあります皆さん。はい、六本木といえば何だった。アマントとかな、アマントとか、ね、あ、まあ、その六本木の曲を2曲続けます。1曲目、私はすいません、荻野目洋子で六本木純情派。
그래서 맞추 나의 우스러그사이 아마이 사슬에 저희 나가세요 도보카 안오 히토니 와르게나 메가 니노요 아나타 帰ったのも25、6年目ですね35歳で、ね、熊本サラリーマンしよった時にあのカラオケによう行ってたんですよその時流行ってたのが荻野目ちゃんでカラオケで荻野目ちゃんとあとウィンこれだそれをもうシンとしてますけどね熊本ね若い人ごめんね知らんよね荻野目ちゃんと知らんね知ってる。ウィンクもしてますから。ウィンク知ってます。絶対知らない。でもまあさらに六本木あのシリーズはもう一曲続きますのですいません。次アン・ルイス。今度はナオミが歌うわけですね。ジョブズ。山本選んでいい。One, two, three, four.
出た達人受けた受けた我々は受けるかどうかですからね六本木ね間違っても受ければいいんですそうですね、そうですね一切オリジナルはしませんしませんはい次あと2曲ですかねはい、中森明菜っていうか井上陽水だけどねああなるほどね飾りじゃないのよ涙はワンツーワンツースリあの鍵の消えた街角で速い車に乗ってられても急にスピンかけられても怖くなかった赤いスカーフが揺れるのを不思議な気持ちで見てたけど私がいたりするのは違うと感じてた私は慣れたことがない冷たい夜の真ん中でいろんな人とすれ違ったり嘆きすけ止めたり投げ返したりそして友達が変わるたび思い出ばかりが増えたけど私がいたりするのは違うと感じてた最後の曲になりましたね、はい、
なんか BGM が流れてる。はい、終われってこと。はい、終わりました。終わりました。終わりました。あと1曲。この曲はね、多分ね、あのリフリフの彼も知らん。っていうか、でも知っとくかもしれない。この人は知ってる。この人は知ってる。曲おかしいね。はい。あまあね。はい、はい。戦後今何年？え？戦後何年？昭和20年終戦ね。1945年。その私が小学校の頃ですね。あのテレビはですね、熊本 RK 民放 RKK だけだったんですね。あ、NHK もあったんです。で RKK にね、今考えればいろいろその当時の TBS とか、ね、あのフジテレビとか、ね、多分いっぱい入ってたんですよ。でも民放は一曲だったんです。で小学校5年ぐらいだったかな。あのものすごいアメリカのテレビですね、洋画とかね、あの、いっぱいあったんですよ。多分1年ぐらいでやめるんですよね。だから、弁慶シーンとかね、逃亡者、名犬隣人陣とかね。で、それを見て、あと、僕らはそのアメリカナイズされたわけで、ね、ある意味ね、占領政策、ね、まあそれはしゃあないけどね。その中でね、ローハイドっていう、ね、ローハイドっていうね、ローハイドはね、あのこれはウエスタンのウエスタン、あのウエスタン西部駅ですね。馬がこうパターンで打って牛をアメリカで、あの放牧者牛をね、どっかからどっかまで、追い立てていくという物語だったらしいですね。僕は覚えなかったところを見たんで、で、あのクリント・イーストウッドも出てったらしいですね、うん、はい。でそのローハイドっていう曲がものすごい日本でもあの流行りましたね。でローハイドっていうのはあの革のムチです。牛の革ね。でパーンっていうわけですね。ローハイパシーンってその牛を馬に乗った人が叩くんでね、それを今日表現してみたい。いやそうそう。で、あのローリンローリンっていうんですよね、ローレンローレンっていうんですね。僕らはローレンローレンローレンって覚えてた、まあ、よかったら一緒にローレンローレンローレンって言うんですよ。あ、もう行くの、はい。まあ、最後だからとにかく直達でした。ありがとうございます。ワン、ツー、スリI'm gonna go get some more.
たものをするから。これ、家から持ってきてもらって。